んこっちゃんです。まあ、今日はですねちょっと大阪に来まして、こちらを食べ歩きしたいと思います。こちら日本一長い商店街、天神橋筋商店街なんですよね。何キロあるんだっけ？ 2.7キロ。2.7キロ、全然最後まで行ききれる自信がないんですけども、でもねちょっとね、たくさんのものを、美味しくいただけたらと思いますので行ってみたいと思います。ポジティブチャンネル。早速ね商店街ね入ったんだけどさ、夏だけど涼しいね。涼しい。お店の冷気がね結構ねこう漂っててありがたいな。でもねやっぱお盆やけんかな、土曜日やけどちょっと人がねちょっと落ち着いてる感じですね。まあ我々はありがたいよね。いやこれ何番まであると、なんか一番商店街なんだってここが。何番？6番まであるそうです。 2.7キロ、やばくない2.7キロって。私あれよ、5メートル先の家からね、5メートル先の自販機行くのにも現地は使うぐらいやけどねそんな人間が 2.7 キロ歩けるはずがないんだけどね。一番商店街、一番街。いやお店がさいろいろありすぎてどこ寄ろうかなって思うんだけど、おなんか行列のお店見つけた。あここ行ってみない？コロッケ、うん、中村屋さんへってちょっと行ってみましょう。はい、食べよう。いただきます。うん、おっと、うん、懐かしい味する。うん、わ、玉ねぎ入ってる。玉ねぎの甘みとねお肉自体の甘みがね相まって、こちらの味うまいっぽんでございます。おいしい。ソースとなしでもいいけど、個人的にはソースとマヨネーズびっしゃかけてもね美味しいと思います味台無しにしてもね美味しい。なんかねミンチカツでねすっごいスイッチ入った。なんかね余計お腹が空いてきたよ味フライ、味いやフライ続きいやせめてさちょっとなんか違うもん行こうよ。味フライもいいんだけどね。うん、なんかね時間かな11時過ぎたっけんやろね、ちょっと増えてきたね。うん、いいわ。なんかでももう本当お店がありすぎてね迷うよね。意外とね一番街が短くて、今から二番街ですね、商店街の何商店街行きたいと思います。やばい、まださ多分 500m しか歩いてないんだけどめっちゃ足痛い。こういう時が来てねサンダル履いてきたのよ、バカやんうちやっちゃったよ。わっすごいね、なんか安いよめっちゃ。こうボストンバッグとかいいじゃんいいじゃん。へえ、アキナイプラザあって3000円、なんかいいね。スーツケースもう3個ぐらいあるやろめっちゃちっちゃいのがないね。あらタピオカドリンクあるよ、タピール。で昨日ねゴンチャ7番で飲めたよね、買ってきてくれたよラジオのゲストの方がね。美味しかった、そりゃ並ぶわって思ったもん。で串カツとかどう？串カツレンガな、結局揚げ物でねあれいつの間に飾られてんの？いや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 、クマじゃねえし
ちょっと待って、いつの間にかさ、3終わって4位、3終わって4に入るほしい、いつの間に全然気づかなかったんやけど、嘘やん。沖縄ブースタンティング、沖縄ブースタンティング、いやいや、ここ大阪大阪よ。なんかさ、いろいろさ、こう見れるものはたくさんあるけんさ、意外と歩くの苦じゃないね。あっという間に読んだもん。もうなんかこう私のスターティングパッドにピーン、これよくラジオで言うやつなんだけど、私のいいねピンとくるやつがね、そろそろ現れると思うんだよな。たこ焼き道楽わなかさんですね。焼いてます。日本一長い商店街、日本一美味しいたこ焼きわなかさん、ちょっと食べたいと思います。たこ焼きとあと細身のいいね、少々お待ちくださいね。少々お待ちくださいませ。たこせ、たこせこれ3個入って200円、安いじゃん。届きました、タコせんです。ピドリン3個入りです。これビッシャーするんけ、確かに、ね、プレス、いただきます。熱っなかなかやったよ、なかなかよ。ここね、噛んだ瞬間こう熱いとビヤッ、なかなかよこれ。うん、とろとろ、うまっ。なんかあっちこっちからすごい飛び出てる。うまっ、はい。あ、ベニッシュオブギーと美味しい。そしてイエイ、たこ焼き、ジョジョン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 、わ、かつお節が踊ってる。これもベラボーに熱いんだろうね。どんどん食べるね。すごい熱くない？熱くないよ。マジで？うん、なんかイートインスペースがあって、ここちっちゃいお皿とお箸置いてある。こんな感じですね。いいね、関西弁ね。いただきます。うまっ。お姉ちゃんのお客さんどうしてよ、とんのとんの、すいません、中央のみとおはちこのソースでおいしいね。一人食べる気、もしかして。たまらん。ビール欲しくなるね。それいります、ありがとう。ダメ、だい、もう半、もう半分いったね、すげえ。でもこれ中で飛び出てるやん。あ、ちょっとビールセットでお待ちのお客様。もうビールセット、そうよね、絶対美味しいよ。時間経ってふやけたところもいいね、またね。いろいろ熱い。ふやけうまいな。これは塩。塩もあった。塩もいいね。
塩はハイボールやで。なんか生地に出汁の香りと卵のね味がしっかりしてる。あ、もうね胃が超喜んでる。これアヒルご飯やもんね。朝昼ご飯、アヒルご飯。私の旦那さんも無言でバクバク食べてますね。すごいね。こんなお腹すいとった？うん。いや、そうやろ、絶対。絶対お腹すいとったよ。